カタルーニャ音楽堂のトルドラ像、エドワルド・トルドラ・ソレールは、スペインの作曲家、指揮者、バイオリニスト、ビラノバイラ・ジャルトル出身。最初父親からバイオリンを学び、後に、バルセロナのリセウ高等音楽院で、バイオリンと火星を学んだ。1912年にソロデビューし、また弦楽師重奏団を結成。以後10年の間に、国内外で演奏活動を行った。 1921年、リセウ高等音楽院のバイオリンの教授に任命された。1921年から1936年まで、パブロカザルスのオーケストラでコンサートマスターと副指揮者を務め、自作も発表している。また1924年から1934年までアマチュアオーケストラの指揮も行った。1943年に、 カタルーニャ音楽堂でバルセロナ市立オーケストラが結成されると指揮者となり、1957年に副指揮者に就任した友人のリカルド・ラモーテ・デグリニオンと共にカタルーニャ地方にスペインや外国の現代的な音楽を普及させる大きな役割を果たした。またマリア・カナルス・バルセロナ国際音楽演奏コンクールの審査員も務めた。弟子にハビエル・モンサルバーチェなどがいる。 作品には6つのバイオリンとピアノのためのソナタ、30の、サルダナ、52の歌曲、オペラ、弦楽史重奏曲、ピアノ曲、還元楽曲などがある。作風は、カタルーニャ民謡に基づき、さらに戦艦期のフランス音楽の影響を受けている。ありがとうございます。